ダブル201903、東京と中国上海の比較をします。空撮の映像から中国上海に向かっています。中国上海の中心、中国上海の都心の中心、まあ映像を見てわかるように高層ビルらしきものは建っているのは三角になっている三角の頂点のようなあたりのみで、そこから少し向こうに行くと低層アパートしかないのを確認できます。川沿いのあたりのみとなっていて、で中国上海のあの高層ビルの写真で、あ、まさにここ、この三角形の頂点みたいなところの向かい側から写真撮ると、高層ビルはたくさん立っているように見えるような、まあ撮影テクニックの一種。そして東京です。まあ見てわかるように都市部がものすごい広いの分かりますね。世界最大の巨大都市東京、ここは渋谷、今見えてるの下側、下の高層ビル群の渋谷で、比較の空撮の写真で、これはスケールを同じに合わせてます。右下に注目してください。 200m ってなってます。で、上海で高層ビルが建っているのは、まあ、エリアね、エリアでいうと、まあ皇居、東京の皇居1個分もないなと、全部合わせても、上海で高層ビル建ってるのとこの辺だけなので、で、まあ、高層ビルも少ないし、そのビルもハイスペックなビルはもうほとんどない。で、高層ビルのすぐ後ろは低層アパート、低層住宅、バラック小屋ばかりの典型的な発展途上国の田舎の風景です。まあ左側の住宅地みたいなところもバラックで、こっちが、まあこっちはバラックってほどでもないけど、まあ低層の安いアパート、そう、高級マンション的なものはない。で、左側行くともう見るからにごちゃごちゃしててバラックみたいな家が立ち並んでるような、いわゆるバラック村のようなエリアがほとんどで、中国の高層ビルでハイスペックなものは日本企業の森ビル社の金で建てた上海タワー500メートル弱ぐらいの高層ビル
あれぐらいかな。で、高層ビルのすぐ後ろ、低層アパート、低層ビルところで、まあ、ズームしてみるとこんなもんだよって。で、Google の、あの、3D マップでは、結構発展途上国ってあんま対応していなくて、このように 2D しか見えません。で、ストリートビューも、ほとんど入れないんだよね。中国とか。まあ、韓国とかも、ああ、こういうとこね。もう、かなり広い、バラック村。もう、空撮の時点で分かるんではないかと思います。で、こんな感じだよ。まあ、3D 対応してないので、Google 3D マップの 3D が対応してるのって発展途上国で対応してるとこって一部だけなので、でストリートビューも対応していないんですが、まあ中国版のストリートビュー的なものがあって、それだともう少しあの地上の風景確認できます。でそれだとあの貧しい発展途上国っぽい風景を見ることができます。でそれもまた今度お見せしようかなと思ってます。これが中国最大の都市上海の実態です。日本の方は中国最大の都市はこんなに典型的な発展途上国のみすばらしい田舎町なのかと思われたのではないでしょうか。まあこれ見てお分かりいただけたと思います。まあ高層ビル建ってるとこも狭いエリアのみで、そのもうすぐ向こうに行くと低層アパートみたいなのしかないよと。でその中国の高層ビルもその今言った森ビル社が自社の金で建てた上海タワー、あれが、500メートル弱の上海タワーがだいたい日本円換算でも1000億円ぐらいするんではないかなと言われていますが、それ以外で1000億円クラスの高層ビルはありません、中国には。で、ここ東京。もう東京の高層ビルってもう見てください。これ1個1000億円超え当たり前で、2000億円超え、3000億円超えの高層ビルがゴロゴロあります。もうこの高層ビル1個あたり1000億円、2000億円、3000億円で考えると、もうこのビルの建設費とか資産価値だけでどれぐらいあるかってもう天文学的な金額になるのは分かると思います。でこれが何を意味するかというと経済力を表しているということです。東京の経済力は圧倒的に世界一経済力になって、まあ経済の話もまた今度しようかなと思います。